こんにちは、プーコです。ドラゴンクエストビルダーズ、アレフガルドを復活せよ。前回の続きをやっていきたいと思います。前回は、ピリンちゃんと、この新しい仲間ですね、ロロンドさんのお話を聞きながら、いろいろちょっと、依頼をこなして、で、今回、多分、これバトルをするんじゃないかなというマークだと思うんですけど、そこで、終わってるので、ここからスタートしたいなと思います。装備は、二つあるので大丈夫かな。ね、ロロンドさんめっちゃこっち見てるけど。じゃあ行きましょうか。ね。じゃあ行きましょう。おう、プーコよ。たたたた、大変だ。なぜかはわからぬが、魔物どもがこの町を襲おうとしているようなのだ。何としてもこの町を守らねばならぬ。戦いに備えて準備を整えてくれ。我が輩もお主と共に戦うぞ。この町とピリンを守り抜くのだ。彼の言う通り、悪しき魔物たちがこの地に迫っているようですね。ここは新たなメルキドを作るための大切な拠点。魔物たちに破壊されるわけにはいきません。棍棒や傷薬を用意して竜王の配下の魔物たちを撃退するのです。さあ、戦いの準備は良いですか？はい、大丈夫です。これが初めての本格的な戦いです。プーコ、あなたの勝利を信じていますよ。おお、やっぱ戦うのか。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。お、来た？骸骨軍団？あ、ピリンちゃん。よし、ピリンちゃん守るよ。わ、ちょっと待って。早速、そっち行っちゃうの。ちょっと。わ、わ、めっちゃいる。めっちゃ来たよ。ちょっと、ロロンドさん、早く。やばいやばい。すーごいいっぱい来た。わ、うわ、あ、体力大丈夫？体力は、あれ？傷薬持ってたっけ？あ、ちょっと待って。よいしょ。あ、危ない。わ、わ、ん？体調が現れた？え、ちょっと待って。わ、わ、わ、あ、すごいでか。体調大きいね。ちょっと待って。体力が、やばい。ちょっと待って。あ、傷薬なくなっちゃった。なんかいろいろ落ちてる。すべてのモンスター倒した。危なかった。いやー、多分回復してなかったら一回死んでたね。プーコよ、よくやりました。魔物たちから拠点を守り抜きましたね。これで希望の旗もより大きく輝きを増し、この地を照らしてくれるはずです。しかし、プーコ、竜王の配下の魔物たちにこの町の場所を知られてしまいました。魔物たちは人間が団結し、かつての力を取り戻すことを恐れています。きっと、これからはこの町を潰そうと、魔物たちが定期的に襲ってくるようになるでしょう。何としてでも魔物たちからこの町を守り抜き、いつかメルキドを支配する強大な魔物を倒すのです。え？何ですって？そんなこと自分にできるかわからない。役割とか責務とか、やっぱりよくわからないですって？物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり、魔物と戦ったりはしたくないと？今はまだそうかもしれません。しかし、あなたは人との出会いの中で気がつくでしょう。特別な力を持つ者には果たすべき役割があることを。プーコ、どうやらこの地での私の役割は終わったようです。ここからは仲間たちと協力して、あなたが望む町を作り、メルキドの町を復活させてください。新しい地で再び会える日を楽しみにしています。すべては精霊の導きのままに。おー、なるほど。ん？青の石板を手に入れた。何？旗が。旗が大きくなった。なるほど。あれ？誰か来たよ。待って、ピリンちゃん。ピリンちゃん大丈夫？あ、ちょっと待って、ピリンちゃんと話したい。プーコ、魔物をやっつけてくれてありがとう。すっごく怖かったけど、プーコが守ってくれて嬉しかったよ。
ねえ、ところでブーコ、町に来た新しい人とは話してみた？あの人も一緒にここに住んで町づくりに協力してくれたらいいんだけどな。お、新しい人ね。どうしようかな。ロロンドさんもなんかあるみたいだね。もうちょっと暗くなるんで一回寝ましょうかね。じゃあおやすみなさい。ん？暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。お、なんだ？ん？兵士さん？お、え、何ですって？王様の話を忘れた？お願いしますよ。大事なことなんですから。では、私から失礼して、ウォホン。その話、で、ん？その昔か。その昔、伝説の勇者ロトは神から光の玉を授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたと伝えられています。しかし、いずこともなく現れた悪の化身、竜王がその玉を闇に閉ざしてしまったのです。このままでは世界は闇に飲み込まれ、やがて滅んでしまうでしょう。竜王を倒し、光の玉を取り戻す、それこそがあなたの使命なのです。国中の人々があなたに希望を託しています。どうか竜王を倒し、この世界を救ってください。何の話？遠い記憶の断片のようだ。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。だって、これ勇者じゃないでしょ。え、ビルダーだよ。今の勇者の話じゃないの？え、勇者の子孫なのこの子は。もうちょっとね、ドラクエやってないんでね、ちょっと竜王とかがよくわかる。なんかここ、あれかな、土削っちゃったから変なとこにいるね。ごめんね。ちょっと話しかけてみようか。遠くに見えた光を目指して来てみたら、こんな場所があるなんてな。お前は誰だ？こんなところで何やってんだ？なんだって？ここに町を作ってる、だって？へ、ずいぶんくだらねえことしてんだな。人間が協力し合って暮らすだなんて。この世界じゃ自分が生きるのが精一杯、他人のことなんか構っちゃいられねえはずだ。とはいえ、歩きすぎて疲れちまった。少しの間、俺もここにいさせてもらうとするぜ。俺はロッシ。まあ、長いする気はねえが、よろしくな。おー、ロッシくん。お、仲間に加わった。そうか。ちょっとここに、あ、ちょっと待って。ちょっと、ここにさ、あれ？うまく置けない。こうか。で、ちょっとさ、ここをね、削らない方がよかったね。ああ、ロッシーくんは、そうか。新しい仲間？そしたら、ロロンドさんに話しかけようか。ね。プーコ、よくぞ魔物たちを撃退した。それでこそお主だ。それでこそビルダーだ。しかし、魔物たちにこの町の存在が知られてしまったようだ。またいつ魔物が攻めてくるかわからん。町を守る方法を考えねばならんぞ。それはそうと、お主、あの戦いで不思議な石板を手に入れたであろう。実は、メルキドー録で見た記憶があってな。改めて調べてみたのだが、どうやらあの石板を使えば、旅の扉なるものが作れるようなのだ。何でも旅の扉を地面に置けば、自分自身が必要とするものがある場所に光の扉が開くのだそうだ。プーコよ、ビルダーであるお主なら旅の扉を作れるはずだ。どうだ、作り方を思いつかんか？もしも思いついたらそれを形にしてみるといい。お、ひらめいた？旅の扉、青をひらめいた。おー、これを、あ、旅の扉を作るのだ。なるほど。これを作ればいいんだね。ちょっとお腹空いてるんで、これ食べちゃおうか。よし。ちょっとこれ、あれだね。しまっちゃおうか。これもいらないかな？これもいいか。よし。旅の扉？青。あれ？作れない。また油か。油落としてくれないんだよな、ここのスライム。ちょっと桃がき。
油ちょうだい。油が必要なんです。一個でいいから。一個でいいからください。あ、草じゃなくて、油をください。全然くれないよね、油。ちょっと、スライム、あ、ちょっと、よし。よかった。どこだっけ拠点。こっちか。よし。そしたら、扉、これか。よいしょ。扉を作って、あ、そしたらじゃあ、ロロンドさん、作りました。おー、プーコ、ついに旅の扉ができたのだな。これで新たな土地とこの拠点を行き来することができるようになるだろう。新しい地には新しい素材がある。新しい素材があれば新しいものが作れるぞ。さあ、旅の扉を地面に置き、新しい地へと旅立つのだ。プーコ、実はな、お主の力を強め、町を発展させるために、我が輩から一つ頼みたいことがある。旅の扉が開いたら、旅立つ前に必ず我が輩に声をかけてくれ。お、ボロ切れ。素材か。ちょっと素材全部しまっちゃおうか。よいしょ。これはね、ちょっと今いらないんで。じゃあ、扉をどっか置けばいいのね。いっか、この辺広いから。よし。すごいね、ドーンつって。お、新たな場所へ。お、ロンドさん？でかしたぞ。おう、旅の扉を開いたのだな。素晴らしい。なんと神秘的な輝きだ。あれ、ロシカも走ってきたよね。扉の光は今お主が求めるものを得られる場所につながるという。プーコ、お主には旅の扉の先で物を作るビルダーの証とも言うべき、大木槌の作り方を調べてきてほしいのだ。メルキド録によれば、大木槌なら硬い木や岩をも砕き、素材にできるという。木や岩の他にも新しい場所には新しい素材がたくさんあるだろう。新しい素材で新しいものが作れる。そうすれば、この町をさらに大きくできるのだ。大木槌の作り方は、その名の通り、魔物の大木槌なら知っているはずだ。大木槌の作り方を探り、実際に作り出して、我が輩に見せてくれ。なるほどね。お、みんな走ってきたね。うわー、すごい。あ、一緒か、さっきと。あ、話したよ。ほっしくん。どうやらここにも部屋も、ここには部屋もあるし、ベッドもあるみてえだな。住み心地は悪くなさそうだ。しばらく俺もここで暮らしてみるとするぜ。おっと、でも勘違いすんなよ。俺は町人ってのにはなる気はねえ。悪いが俺は誰かと群れるっていうのが苦手なんでな。そうなのか。あれ、ちょっと待って、住人さん、1、2、3。自分含めて4人になったね。ベッド足りないんじゃない？ベッド、2つしかないから、ベッドちょっと作ってあげようか。ねえ、2つ。ベッ、ん？これか。2つだから、6必要だから、あと4つだね。草4つ。草。はい、じゃあ草を4つ集めてきたので、なんだっけ、わらベッドを、2つね。よし、これで、人数分あるね。じゃあ、これを、ここに、どうしようかな。ちょっと、よし、これでいいか。ね、これで人数分あるからね。旅の扉。じゃあ、ちょっと、一瞬だけ、一回行ってみようか。どこだこれは。え？よいしょ、あ、なんか宝箱。ん？宝箱に古い紙が入っていた。そこに文字が綴られている。メルキドの荒野を旅する者よ。この宝箱に入っていた導きの玉青は、
地面に置くとコンパスにその位置が示される不思議な球だ。道を見失いかけた時や、もう一度訪れたい場所がある時、この球をその地に置けば目印となるだろう。おお、なるほどね。この印を目にする冒険者の旅の成功を祈る。メルキドの冒険家ガンダル。あ、ガンダル。おお、メルキドロクのなんか、あれだよね。そしたらこれ、この辺にじゃあ置けばいいのかな。地図。あ、なるほど。これで、ここにね、青い玉のところが目印になるわけだ。そしたら、いや、ちょっと、今回そんなに長くないと思うんですけど、ちょっと一回今回はここで終わりにしようかなと思います。ちょっとね、新しいところ来たんで、ただ一回ちょっと街に戻ろうかな。よし。じゃあ次回はこの旅の扉ですね。この先のところをちょっと冒険したいかなと思います。大木槌を、作ってくれとロロンドさんにお願いされたので、大木槌探して、作って、まあ、いろいろまた進めていきたいなと思います。前回までは、まあ、ちょっとプレイ、ほんのちょっとやったりはしたんですけど、もう今回からはもう完全に初めてなので、まあ、もしたまたまこの動画を見てくださった方で、ビルダーズ好きな方とか、詳しい方、知ってる方、プレイされたことがある方、まあ、もし、よろしければ、まあ、気が向いたら、コメントとかで、まあ、いろいろアドバイスとか、教えていただけたらありがたいなと思いますので、もしよろしければ、はい、よろしくお願いします。では、今回ご視聴いただいた方、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。